初の国産スステルス実証機が先ほど愛知県へ名古屋空港を離陸しましまた。国産初のステルス機は防衛省が将来の戦闘機の開発に向けて研究を行ってきました敵のレーダーに探知されにくいステルス性と高い運動性が特徴です防衛省の委託により愛知県で三菱重工などが製造しました 機体の調整や部品の交換などで当初の予定より初飛行が遅れていましたが今朝、県営名古屋空港から航空自衛隊岐阜基地まで初飛行を行いました。